セーブしないけどいいかな。買い物したし、もしリセットすることになったらね。結構人いるね。結構髪の毛がさ、金髪の人が多いね。おー、一体何が始まるんです？セッティング完了って感じか。そういえばさ、ゲート外れたのにこれをやるんだね。すごいね。そんな小難しい話はいいんすよ。なんかさ、なんか本当に上から目線だね。上から目線発言は人に好かれないぞ。ぼっとしてるの？なんかちょっと様子がおかしいね。まあ久々にソラリスに帰ってきたんだし、自分の立場とかね、そういうこともまた改めて考えちゃったりとかしちゃうんだね。カレルレンはどこにでも現れますな。だと。ここは23の教会。ん？これはいつの階層なんだろう。誰？カレルレン。青色だけど髪の毛。しかもラカンって。なんかだんだんゼノギアスもあれですね。隠す気がなくなりつつありますね。ソフィア様。フェイはいつだってこの格好なんだね、昔から。大人の都合？ミキオールスチってあれじゃないの？三賢者の中の一人の人じゃなかったっけ？読書苦手。なんかテレビとかでさ、この小説とか本がさ、すげえ、おすすめだよって言ってさ、ちょっと読んでみようと思って買うじゃん。なんか全部読み切った試しがないよね。今はね、なんだっけ、ちょっと一冊頑張って読んでます。へえ、納金だったの？
ソフィアさんが好きだったの？好きだったのってかっけーで言っちゃった。好きなの？エフィーだって絵があるんじゃないの？絵ってね、誰でも描けるって思うかもしれないけど、いや、なんでもないえ、これってなんかあかんやつや。これ見たことあるやつや。ん？ミキオールってどこにいるの？そのちっこいの？ん？人間なの？それそれってその人。じゃあこの階層、完全にプレイヤー向けの階層だったのか。思い出したわけではなさそうで。はい、というわけでね、エリーちゃんのね、通訳が行われております。この人顔なんかちょっとドクロチックだね。あ、え、捕まっちゃったの君たち。ソイレントシステムって、あれじゃないのか。消すやつじゃない。ガゼルは純粋なソラリス人。大地球市民。幻影じゃないの？実物はないと思うけど、よかったエリーがいて。本当さ、フェイさ、主人公らしくもうちょっとさ計画性持とう。私が言うことじゃないけどさ。エリーちゃん、よかったよかった。エリーちゃん、もうこういうね、頭が固い人を説得するのってすっごい体力いるし、すっごいなんかこう大変だよね。もうちょっとフェイさ、好感度下がりますよ、そんなこと言ってたら。ただでさえさ、ちょっとフェイさ、え、フェイって主人公としているのみたいな疑問がさ、若干私の中にふつふつとさ、こうどんどん大きくなっていってるのにさ、もうこんなことになるじゃん。もう痴話喧嘩よ、そう不変化、もういかんよ。え、走行の、ん、走行その他一切の行動停止。ああ、はあ、うるさいの終わっち。どこに飛び込んだの？ドーンあ
まあこうでなくてね、 RPG っていうのはね。なんかこう、はい、あんまりさ、私に素早さスキルを求めないでほしいですね。あ、音してる、音してる、音がしてる。待って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 、やだ、これ倒すのね、これは結構大きい。どんぐらい全力で戦った方がいいかな。あ、こんな、え、めっちゃ強いんですけど。防御力ダウンだって。だってこの辺なら大丈夫、機械だから。雷か、雷撃による攻撃。こっちやる、はい、どーん。うまくいかないな。失敗した？あ、ちょっと効いてる。言っていい、言っていいって。やった。弱。うーん。こっち。弱い。あ、間違えた。技覚える。お、リグウェーブ。なんだろう、リグウェーブって。三角連打。リグウェーブ習得技、特殊能力。お、特殊能力だ、全体。すげえ。でもなんか命中率めちゃくちゃ低そうですね。よし、急げ、行くぞ。ふん、音してる？まだしてないね。宝箱とかなんもないかな。宝箱、あ、落としてる落としてる落としてる。急げ急げ。あっ、えい。あ、当たった、当たっちゃったね。これやってみよう。あ、違う。これやってみよう。今度こそうまくいくでしょ。うん、そうだね。ほいほい。ちゃんは可愛いね。ほい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 。痛い痛い。あれ、さっき防御力ダウンしたんじゃなかったの？えらい効かないなと思って。試しに魔法使ったらすごい強かったって。あれもあれかな？全体技かな？もしさ、仮にさ、宝箱というものが存在するのなら、おっちー見逃しまくってると思うんだけど。またエリーちゃん技一つ、おーっと、覚えましたね。お、勝ったしー、勝ったしー、勝ったしー。宝箱やっぱあるんだね、慎重に見ていかないと。おるしー、急げ。ほい、あ、ですよね。なんだったっけ、アクアソル DX か。ほいっと、ないかな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 。あっと、これどうするの、ん、どうするの。あ、わかった。なんか技レベル上げの特訓になるかなと思ってさ、結構やってるんだけど、一戦の間にずっとやってても覚えるもんなのかな。
今の覚えた、もしかして。1回の戦闘ごとに上がるのか、やった分だけ覚えるのか。覚えたね。今四角四角四角丸やってたんだ。じゃあエリーちゃんは次四角四角三、ん？四角三角四角丸か。上がってるのかな。上がってるって思いたい。あれ違ったな。あ、上がった。力かの、あの細いの辿っていくんかな。覚えた。もう無駄にやりまくっているっていうあれですよ。言えてない。しかしフェイが覚えないな。あ、エリーちゃん下の2個覚えないのかな。次は3、さ、四角丸丸かな。フェイ覚えにくいね。さっき91だったよね。95か。なるほどね。あれ空気読んでる。すごく今空気読んでた。よーし、10点取って、わ、それも買いましたし、よし行きましょ。宝箱ないかな。お、うんうんうん、この上行ってよかった。どこだ、ここわかる、エリー。アングルは変えられないのか。ここはやっぱりあえてか逆を行こうっていう。こっちもなんもない。ここ何？なんかすごい。え、いいの？え？え？は？え？何？ここ住宅街とかじゃなくて一軒家なの？エリーは知っててここに来たの？そっか、さっき、ま、なんとかなるかもしれないわって言ってたのはそれか。うわぁ、なんかさぁ、お嬢様だね。まあそれが自分の望んだあれじゃないかもしれないけどさ。けど、なんか申し訳ないけど、ちょっと羨ましいなって思っちゃうところもあるね。誰？お母さん。あら、お美人さん。なんか心配かけちゃってごめんね。おっと？おっと。ちょっとなんか恋人連れてきた的な。ちょっと嘘ついちゃった感じな対応にも見えるよね。ここエリーの部屋？へえ。やっぱさ、どんなところに行っても自分の部屋が一番落ち着くよね。あ、マジ？あ、部屋にフロアがあるの？え？なに、そこ？へえ、白くできん、うわーうわーうわー。細かい。
ちゃくささんの愛を感じるよ、その顔ぶら。細かすぎるよ。そうだね、触れられたくないとこだったりして。うん、だってみんな髪の毛黄色いもんね。お父さんはこう地上人に優しいみたいなことを言ってたのね。うん、そうだ。ああ、あらお父さん、あらお父さん、あらお父さんな感じ。もうさ、いちいちゼノギアスさ、あれですね、あれがあれで、あれがあれですわ。いやでもなんか話してくれてありがとう、エリー。話しにくいよね、そういうことって。あー、もうエリーの好感度がどんどん上がる。すっきりしましたか？あ、マジ貸してくれんの？しかも女の子が入った後に入るっていう、このちょっと恥ずかしい感じ。え、入った方がいいと思うよ。うん、こんなとこ無理やり押し込んだ。人のお風呂でなかなか使いにくいもんがあると思うけど。あ、微妙に裸になったね。ちょっと微妙に見えますか、その肌色のところ。細かいね。何そんなにすごいの？シタン先生の作ったポンポコ風呂が比べ物になんないよ。どうした？あ、見えるの？中から外は見えるけど、外から中は見えないんだ。あー、いいね、このイベント。すごいなんか微笑ましいわ。そこにある植物は本物なのかな？あれって何？ああ。なるほどね。じゃあお父さんの部屋ですか？ん？これはお母さんの写真かな？これ。パソコン、人のパソコン、モニター2台あるじゃないですか。お風呂こんなとこにあるの？私お風呂よりさ、トイレが部屋に欲しい。何やってんですか？あ、待ってください。そんな簡単に出ないでくださいよ。上から出るのか、シャワーが。ふう、なんかトイレが欲しいな。トイレが欲しいって言ってたらトイレ行きたくなってきた。え、これコーヒー中入ってるけど大丈夫？いつの？セーブしまーす。いやー、さっきのシャワーイベントはとてもなんか今までで一番好きですね。一番好きなイベントでした。ああいうね、なんかほっこりしたの好きですね。さて、お父さんのお部屋ですか？ここかな？ん？おっと。あ、いや。はい、すいません。見られちゃった。だがしかし入ることによって、みたいな。お、ここにも部屋がある。部屋っていうか倉庫かな？
外でした。他にはこっち？お母さんがいる。枯れてます。わあ、なんかいいな、透明感があって。ここ台所？だね。でもお母さん気づいてんのかな、エリーの境遇っていうか。まあ気づいてるよね。こっちやったっけ、あれ、あ、違うような気がしてきた。誰かいる、誰かいる。どちらが、てかここ何、応接室みたいな。ん？なになに？コテンパンロット？大切にしてくださいねって。なんか ここの人たちはやっぱこう生死をがかかってる仕事をしてるからさ、なんか結構死んでるって聞かされてるの、生きてても。なんかここはあんまりびっくりしないっていうか、泣いて喜ばないっていうか。まあ表現しにくいっていうか、そういうところを重点的に置く感じじゃないからかね。